朴妃の絵鈴は大韓民国の政治家。第16、17、18、19、20、21代国会議員で、第21代国会前半国会議長。第21代国会議員の中で唯一6選しており、最多選議員である。1952年に中世南道太田市に生まれた。成均館大学校法学部卒業。1985年に中央日報に入社し、経済部記者、香港特派記者、編集局長などを務めた。1998年の金大中政権発足後に新政治国民会議の副報道官に就任し、政界入りした。2000年4月に行われた第16代総選挙で、新千年民主党候補として、太田光一氏西区港から出馬し、現職候補の李元範を破って当選する。2003年には、新千年民主党を離党し、親露部元派により、新たに結党された右李党に入党した。2004年4月に行われた第17代総選挙で、右李党から出馬し再選する。2006年の第17代後半国会の政務委員会委員長に選出された。2008年4月に行われた第18代総選挙で民主党から出馬し当選。太田光一氏で唯一の民主党議員となった。同年7月に民主党政策委員会委員長に就任した。2012年4月に行われた第19代総選挙で民主党合党から出馬し当選した。その後、19代前半国会の副議長に選出された。2016年4月に行われた第20代総選挙で共に民主党から出馬し当選した。2018年に第20代後半国会の議長に立候補するが、文紀賞に20票差で敗れた。2020年4月に行われた第21代総選挙で共に民主党から出馬し当選した。第21代国会議員で唯一の6選議員となった。同年6月5日に第21代前半国会の議長に選出された。国会議長就任のため、議長退任後に共に民主党に復党予定。ABCDEF621 東亜日報2020年6月5日東亜日報2003年10月27日17東亜日報2004年4月1日17、東亜日報2006年6月21日、東亜日報2008年4月10日、東亜日報2008年7月8日、41東亜日報2012年4月12日19、東亜日報2012年6月4日、24東亜日報2018年5月16日16、東亜日報2020年4月18日121東亜日報2020年6月5日。ありがとうございます。